はい、函館ワイオン無難化師匠館です。本日の函館6月の7日なんですけれども、天気はいいんですけれども、ちょっとガスがかかっています。まあガスってるねというような言葉をですね、関東の方が言ってました。ですので少しそのような感じになってますので、霧がかかっていますのでね、少し肌寒かったりだとかします。そんな時に函館山、まだうっすらちょっと頂上の方が見えるから、今日は夜景見えますかねという、問い合わせをいただきましたけれども、多分下からこのくらい見えると夜景も見えることだと思います。ただこれだけ、の気温に霧がかかっている、うっすらと霧がかかっている状態だととても寒いと思いますので、暖かい服装で行くことをお勧めしますと言ったら、そんなに寒いですかというような感じでびっくりされてました。そして翌日、実はすぐ近くのラビスタに泊まっていたんだけれども、昨日は本当に寒かったですよと言ってました。ですのでね、この時期、東京とか関東の方ではとても暑い日が続いていると思います。函館、天気がいいからなんとかなるんじゃないかと。ちょっとね、油断をして函館山の方に行くと、うっかりするとね、風邪をひいちゃったりとかすることも考えられますので、ぜひ函館に来て、函館山からの夜景を見ようと計画をされている方は、1枚多く羽織るものですよね、羽織るものを持って、観光に来たらいいのではないかなと思います。参考になればと思い、それではまたお会いしましょう。函館ワイオン無難化師匠館でした。